こんにちは、ゆうてんそうです。横乗り目安です。こんにちは、ベンです。翔平です。また来たな、お前らって。しのです。あー、しのさん、さあ、今日は初滑りで、今から皆さんにやってもらうことがあります。ボードコントロールを上げるプレススピン、プレススピンよっです。確実にボードコントロール能力が爆上がりします。なんかグラトレしたいんでしょ、レンさん。流行ってますからね。流行ってるね。だ、応援とかしたいんでしょ。応援やりたいですね。応援の入り口がおそらくこのトリックになるかなと、うん、なるほど。その応援の入り口にもなるかもしれんがんだけど、そもそも面を使う、エッジングとかのエッジ面、エッジ面っていうちょっと切り替えもあるんで、はい、ボードコントロール、エッジワーク、エッジワークですね。そういうのが絶対上手くなるんで、そしてプラス目線も、あーですね、スノーボードで意識が多分すごいできます。めっちゃ大事って言われるのはトリックとかだと目線なんですよ。まあターンとかでも目線ってよく言われるんだけど、はい、それもプラスで習得できちゃうとですね。それを何の長か分かんないですけど、やっていきたいと思います。はい、じゃあ浅井さんにまずお手本を見せてもらいましょうか。で、お手本を見よう見まねで皆さんやってきてください。はいはい。そしてやらせるっていうね。とりあえずやってみてください。雰囲気で。あ、目線が止まってますよね。ほら、目線が止まってますよ。ほら。プレスしようとしすぎですね。ノーズ上げようと。はい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 。難しい。あ、もう簡単ですよ。簡単。はい。小林さん。いいんじゃないですか。あ、小平さんもやっぱ目線止まってますね。あ、そうですね。はい。皆さん共通して。あ、いいね。分かった。すぐ上手くなる。はい。篠さん。あ、篠さんもやっぱちょっと目線止まってるのと。おいい。はいはい。おいい。わあ、うまい。先生、コツは目線です。目線は止まってますね、皆さん。なるほど。そして2人は。浅田さん、言ってやってください。あの、上げようとしてるけど、テールをこう、あの、そんな上がんなくて、もう、あの、なんならスライドで、あ、俺1個飛ばしたかもしれないです、まず、両足で、そういうことです。僕も今それでやりたいのが、両足スピン、ちょっとやってみましょう。そう、そういうこと。ここでヒール、つま先、切り替え、はい。うまい。それじゃん、うまい。そう、目線を先。おー、いいね。あ、いい。おー、うまい。あ、うまい。うまい、やったらうまい。これね、目回りました。やりすぎると目が回るっす。目線っすわ。めっちゃ遅れてた。目線を遅れてると、目線送ると止まらん。ちょっと怖くなったもん。でもみんなできてたっすよ。要はつま先ヒールの切り替えがめちゃくちゃうまいからできてて、目線ちょっともう今終わりなんで、もうそしたら今の練習してリフト乗りましょうよ。はい、次行きましょう。次は片足に乗って、はい、今の動きを、目線を止めずにやっていきましょうか。お願いします。好きな方の足で。さっきみんなめちゃくちゃテールとかノーズ浮かせてたんで、浮かせすぎずにどっちかの足の裏の感覚を使って回転していく。
オッケーですか、はい、説明2回目だからリアクション薄いっすよカメラ見てないから、ね、そう、カメラ、ね、そう、いいよあはは、そうそう、面を使う練習ね、エッジ立てすぎない、エッジに頼りすぎない、そう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 、うまい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 、いいねいいねいいね、わーめっちゃいい、めっちゃいい、やばい、うまっ、どうしたコツは、いやいいよ、でも目線も送りやすいじゃん、得意な方の足だと、あ、なるほど、うん、だからそのまずは得意な方でまず練習して、ね、感覚をつかんでそれを苦手な足とか苦手な回転で落とし込んでいくみたいな、上げすぎないっていうか、あ、そうだよね、さっき翔平さんめちゃめちゃこうパワーで上げようとしてたから、それをキープしながら回るってめちゃくちゃ難しいから、ちょっと上げるって、あ、ちょっと遠いんで、あお、お、いや、いや、片足だけってむずいな。でもやっぱりなんかそのむずさというか、できてる時となんかエッジがかかる時のそのエッジコントロールって上手くなりそうじゃないですか。まあそう。うんうん、お、うまい、うまい、うまい、いやー、yeah. レンさんコツはなんか掴んだ、なんか感覚でしかないんで全然わかんないですうん、でもいいっすね、 OK、 おー、いいねいいね、はいはいはい、やばいってアンフェ、アンフェがやばいね、いきなり見せるから上げたくなるよ、あ、なるほど確かに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 、ああいう顔見せるから上げようかなって思うよね、でもまずやっぱりあそこまでね上げなくていいんすよね、あ、ですね、うん、詰めるようになってきてから、そう、上がるんやね、上がってくる、なんかね、例えばお、それこそレン応援とかもさ、なんかいきなりスタイルを作ろうとしすぎるんじゃなくて、まず動きを覚えるっていうのがすごく大事ですよね、そうですね、うん、流れを、流れをで浮かせないとか絞りすぎないとかでどんどん覚えてってやっていく、で結局どんな斜面でもその逆エッジにならずに僕らは回転したりとかスライドするか、あの、はい、できますよね、できますね、基本的には、基本的には、うん、やられる時もあるんですけど、ほぼほぼどんな斜面でもスピンして降りてこれるっすね、だから足裏感覚がみんなすごい鋭いっす、うん、うまいと思う、まあ今の手順踏めば、うん、おそらくしっかりフリーランしてる人はできると思います。そういうことですね。はい、はい、グラトリとかボードコントロール上げたい人はぜひやってみてください、これやってみてください、フロントサイドもバックサイドも左足も右足も全部です、そうですね、全方向、4つ、4つです、4方向、はい、やってください、そしたらこれの組み合わせでトリックできるんで、お、はい、課題ができました。課題ができたな、ね。そう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 。じゃあ浅井さん、左足と右足の乗せ替えいろいろしながら適当に回転を加えながら最後スピンアウトして、うん、行ってみてください。逆回転。いや。ナイス、お疲れした、どうしたら最後ちょっと急遽追加でみんなうますぎるんで次のステップですかね、うん、味付け、味付けを最後終わりに氷、フォアの氷、そういうのをちょっとやってみたいと思います、でそれ何かっていうと、じゃあレンが応援したいって言ってたやつは片足に乗ったり乗せ替えたりして最後180アウト、サブロックアウト、そういうような感じなんですよ、うん、だからそれを個別で練習できるよって話、それがどの足で回ろうがどの足で飛ぼうが、まずはそういうことを練習して感覚を養いましょうって話ですね、はい、じゃあちょっとやすさん、じゃあ撮ってもらって、イメージ的には応援っていうのとかはで右足乗って帰って、
前に、ざっくり言うと、うまい、おうまい、うまい、そう、そういうこと。それが慣れてくるともっとなんかいいタイミングで飛ぶとか、うん、高く飛ぶとかできるから、今初出てたの、うん、ほっとったっすね。めっちゃうまいね。おお、いや、おない、なんなん、みんな初めてやぞ。そう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 、はい、ナイスね。うお、まあ、いけますね、完璧。ワンエイティでもいいし、ツーセブンでもいいですよ。あー、なるほどね。あー、下俺下向いてからの方がやりやすい。そう、下で完全に下向いたらやりやすい。あれ、かかってない時じゃん。あー、いいっすね、レンさん。レンさんはちょっと決まってるから、飛ぶタイミングが難しいタイミングで飛んでます。踏み切りが、そう、うん、そうそう、おー、いや、バンクは一つの形、うん、そう、なんかその目線によって飛ぶ、目線と飛ぶタイミングが合わないとちゃんと板返ってこないの分かった、うん、だからそういうのが分かってくると違う通りっていうのも行ってくるから、 OK、はい、じゃあ、1万円になりました。おー、うまっ、えぇ、おーい、ふぅ、2セブン、え、まだ2セブン、2セブンアウト、いえー、うまっ、素晴らしい、素晴らしい、やばいなぁ。いや、さっきめっちゃうまかった。だからあれを例えば壁とかでグーってでちょっと回してって正面見えたら180ポーンと飛ぶみたいな。なるほどね。そう、あー、なんか壁でもなんかエッジやろうとすんとったかも、うん、あ、やってみてください、ぜひ。はい、はい、お疲れ様でした、皆さん。お疲れ様でした。